一進一退を繰り返していたが、英雄たちの目覚ましい活躍により徐々に、そんな中龍馬軍が戦況を巻き返すべく徐州に集結。敵軍の動きを察知した孫昌公たちは徐州へと急ぐ。龍馬相手に単身で戦いを挑むその男は何者か。新たな英雄との出会いの龍馬たちが大勢おるの。皆でけまらば。あれは龍馬に交じり人らしき者のさ。あれは龍馬に襲われているのか、あるいは龍馬に確かめてみる必要がありそうね。とりあえず龍馬の後を追ってみましょう。韓雲長が義の矢。承知しました姫、このステルクにお任せください。ここで気当てろ。せいぜいあがくがいい。あれでしょう、蹴っ飛ばしてやったの。お助けください。待ってて、すぐ助けるから。か弱き女性を襲うと許しがたい。助けていただきありがとうございました。でもまだ妹が。厚かましいお願いとは存じますが、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹とは南の方ではぐれてしまったのです。どこへ行ってしまったのか。わかったわ、大丈夫、必ず助け出してみせるから。私めにお任せを。この命に代えても任務を遂行しましょう。なんだお前ら。さてはこっちに逃げた奴らの仲間か。おお、こちらへ行ったんじゃ。教えてくれて助かったわ。さすがの戦ぶりよ、敵がはぜ飛ぶようだの。この風景、
私の見知った世界のようです。先導しましょう。ついてきてください。ジャマラは後回しだ。まずは弱なやつから引っ捕らえてやる。ねえ、ステル、ステルケン…ステルケンブルクと申します。ズライチ、ステルケン。考えるより体が動かれるんです。私の世界にいた姫にそっくりです。ふん、私に似たお姫様がいるんだ。いつか会ってみたいわね。安心して、お姉さんは無事よ。私たちの仲間と一緒にいるわ。ここは危ない。そう、一緒に行こう。どこじゃ。まあよいわ。ここをわしの新たな領地にしてくれようぞ。わしは山頂の砦を目指すぞ。お前らは東の砦の制圧に向かえ。オオタク軍が現れおったか。わしが蹴散らしてくれるわ。また腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。おお、
先にしてやる。なんとか敵を追い払えたみたいね。あなたのおかげよ、ステルク。もったいないお言葉。お役に立てたのならば何よりです。もうダメかと思っていました。このご恩一生忘れません。敵将を蹴っ飛ばしてやったな。悔しいがここは引かねば。みんな大に大にじゃの。全く知らない場所かと思えば見知った風景も入り混じっている。しかし私が元いた世界とは確実に違う。他にもそのような場所は多い。妖者という敵が出現し時空が歪んだのに。妖者はこの世界を滅ぼすつもりだ。俺たちは奴を倒す。ねえ、あなたはこれからどうするの？行く当てがないなら。それはいい考えですな、姫。この男がいれば心強い。その代わり私たちもあなたの力になるわ。一緒にも。おお、なんともったいないお言葉。姫のおそばで戦えるならこのステルケンブルク命を落としてあなたのために。ありがとう。いい人なんだけど調子。まあいいわ、これからもよろしくね。